どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングは、今、熱い曲、ドン!バックナンバーの水平線という曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。こちらの曲はですね、2020年は今年のコロナが襲ってまいりまして、いろんなことに影響を与えたんですけど、アスリートたち、インターハイが中止になってしまって、その選手から受け取った手紙をね、受け取ったバックナンバーの熱い思いを歌に託した。まあ、希望があるぞということで、そんなね、メッセージソングです。やってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流シンプル簡単バージョン。後半は、あそこに、ちょっとこうかっこいいリズム、ビートが加わって16ビートですけどね、ふんわり感と力強さ、これを表現していきたいと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ってね、聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださっている、ガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器に触ったことないよとか、音楽は私きっと無理苦手という方も、もうあっという間にこのウクレレでスイスイ弾き語りができるというプログラムがあって、今もう全世界中の方が何万人も始めてます。もうちょっとしたらここら辺にリンクありますけど、このリンク先に行ってもらって、上から順番にYouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけ。YouTube ですからもちろん無料です。始めましょう。ここですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレでめっちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1500曲ぐらいもう上がってると思うんですよね。はい。いろんなジャンル。はい。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは今、思いを込めて歌いたい曲、バックナンバーの水平線、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、やってみます。1、2、3、4。嘘はないようにどんな時も優しく会えるように人が痛みを感じた時には自分のことのように思えるように正しさを別の正しさでなくす悲しみにも出会うけれど水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いて光ってあなたはそれを見るでしょう誰の心に残ることも目に焼き付くこともない今日も雑音と足音の奥で私はここだと叫んでいる水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いて光ってあなたはそれを見るでしょうあなたはそれを見るでしょうせーのじゃじゃんバックナンバーの水平線ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。もう残念だな、コロナが襲ってきてね、残念だという気持ちと、まだできるっていう希望、そんなのが入り混じったね、ほんと素敵なこうメッセージソング、思いっきり奏でていきましょう。今の聴いていただいて分かったと思うんですけど、オリジナルのショートカットアレンジバージョンになってます。フルコーラスでやってみたい方、2番の歌詞とか、サビとかをですね、こう、コード進行が1番の今のやったバージョンと一緒ですんで、書き出して2番のところ、オリジナルの楽譜、完成させてください。そして今ガズレレのシンプル簡単バージョン、ガズと一緒にゆっくりできたよという方も、やっぱりね、今度はご自身だけで歌ってほしいんですね。YouTube と一緒じゃなくて。その時にやっぱり最初のうちは覚えるために楽譜を見たりとかしなきゃいけない。それやっぱ書き出したり、用意する方がいいと思うんですよ。そしてですね、これからですね、ガズが書いてる、このノートを見ながらガズやってます。これを画面に今からシェアするんですけど、今このサービス始まってますよ。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のバックナンバー水平線を含むガズが今まで取りためてきた、ノート楽譜、書き溜めてきたノート楽譜の中から、毎月5曲、皆さんのお好きな曲をお選びいただいてダウンロードできるという画期的なサービスとなっております。もうメンバー900人オーバーでもうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上げます。次はね、これです。12月23日クリスマスパーティー夜やりますよ。はい。こんな感じで世界中からバーッと同じ時間、同じ場所のオンラインで集まって大セッション。こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信、毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドンガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっと深掘りしていろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかいろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこう、ワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういうふうに分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは、楽譜を見てまいりましょう。はい。これ、イントロですね。イントロがこれ結構印象的なんですけど、これはね、かっこいいバージョンで弾き方ここで変えていったりするんですけど、いつものここなんですけど、この下にくるっと囲ってるコードはかっこいいバージョン。上の段に書いてあるコードは、今やったシンプル簡単バージョンとなっております。はい。で、これね、バックナンバーさんの特徴なんですけど、曲はすごいゆったりだけど、この言葉の詰まり具合を見てください。すごい言葉が多いっていうのがバックナンバーの特徴で、しかもこのリズムに乗せてね、タイミングよく歌うっていうのはなかなかね、聞き込んで、覚え込まないと、難しいというか、なんでしっかり聞いてね、言葉掴んでからやりましょう。今、さっと映しますんで、一時停止してメモっていただくか、動画内のテロップを一時停止してメモっていただくか、今、紹介したガズクラブで楽譜のダウンロードしていただくのもいいと思います。はい、さーっといきます。シンプルですよ。で、ラストここ一回繰り返したという、これがガズレレオリジナルアレンジでございます。で、フルコーラスやりたい方は、ここの1番のサビに行ったら、もう一回こんな感じで A メロの2番をこう書き足していって、こんな風に繋がっていくという風になると思います。はい。じゃあ出てくるコードを紹介しましょう。はい。この赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるんで、ひとまず隠しておきます。そうすると、ああ、倒れた。そうするとですね、これ以外ですから、C と Am と F と Dm、G7、E7、Em7 という、この7つのコードなんですけど、これ今映ってるこのコードは、入門コードのグループ、いつも出てくるやつ、これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは、ウクレレで音楽始めようかなと思ってる人にね、一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループの名前でございましてね、その入門コード、10個あります。10個もあるんだけど、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単です。入門コードですから。だけど10個いっぺんに覚えようと思うと、頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃ頭にスイスイ入っちゃって覚えられちゃう動画、してます。ここにリンク貼っておきます。このね、リンク先はね、もう必見ですから、コード楽しく覚えていきましょう。その10個のうちの今日7個が出てきますということでございます。はい。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきますが、さっきも言ったんですけど、これ、歌ですね。今の4つ弾きで、タイミング、この、水平線が光る朝に、あなたの希望、この、タイミング、言葉のタイミングとメロディーをしっかり掴んでから、次のかっこいいバージョンに入っていきましょう。かっこいいバージョンでね、リズムがね、いろいろかっこいいリズムが入ってきますんで、そこのまず歌を掴んでから入っていきますということで、じゃあかっこいいバージョンの解説スタート。はい、まず1個コードが追加です。これはね、結構よく出てくる簡単コードなんで、これ G7SUS4 です。どうやって押さえるかというと、入門コードのうちの1個 G7、この三角形あるでしょ。この三角形、小指見て、これを足すと G7SUS4、離すとG7。これはですね、イントロとか曲の A メロの中で主に出てくるかなって感じで、これは結構比較的簡単だと思うんで、初心者の方もちょっとトライしてみてください。はい、そして今日やっぱりこの曲の一番キーポイントになるのは、リズムですね。今日は一応3つのリズム。はい、こちら、ドン。16ビートと16ビートのチャとガズペジオ。このミックスして、いってみようと思います。まず16ビートっていうのは、この曲は要は、まあやっぱバラードですからね、スローですよね。スローな16ビートっていうのが実はやっぱりこれ相当こう表現としては難しいというか、ふんわりした16ビートっていう表現からこんな感じです。今イントロのコードを弾いてますけど、こんな風なゆったりした感じ。はい。そしてこれにチャが入ると、チャが入るとこうドンとパンツとツとボンパンみたいな、これドラムの雰囲気が出る。だからドラムが入ってないところとドラムが入ってきたところという感じでイメージすると分かりやすいと思います。そのね、結構メリハリで各バースのところの下のところに16ビートとか16ビートのチャって全て入れておくんで、それを参考にしてみてください。で、途中のブリッジパートのところで一回おとなしくなるところは、これアスペジオというこういう弾き方、ピアノみたいにこうつまびくイメージのね、弾き方が、これガズペジオというガズのオリジナルの表記ですけどね、こんなリズム、3つのリズム合わせていってみようと思います。この3つのリズムの弾き方の解説、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からそれぞれのもう特訓動画が1個ずつちゃんと上がってますんで、みっちりやってみましょう。ガズペジオは比較的簡単。ただ16ビートと16ビートのチャはやっぱちょっとね、この全体像をつかむには結構難しいというか、すぐにはできるリズムじゃないので、まずは8ビートというリズムでこのストロークっていうんですけど、こういう基本をつかんでから、だんだんレベルアップしていくということなんで、長いスパンでちょっと考えていただいて、このね、ゆったりしたね、16ビートのノリが出せるように取り組んでいきましょう。この辺のリズムをもっと深めたいなという方、今やってるガズレレ大学って結構深めてます。で、下の概要欄にもガズレレ大学のご案内あるんで、見てみてください。ではちょっと細かいところを見ていこうと思うんですけど、まずですね、ワンブロックにコードが4つ入ってくるよっていうところが結構多いんで、慌てないようにしてください。その辺をちょっと押さえておいていただいて、そして、この曲唯一の決めというかがあるんです。まずサビに行く前、B メロの一番最後のサビに行く手前のところですね。ちょっとね、B メロからやってみようかな。正しさを別の正さでなくす悲しみにも出会うけれど、ここ止まる。で、G7SUS4G ここでダン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 、こんな感じで言葉と合わせたいです。せーの、なくす悲しみにも、次ですよ。出会うけれど、出会うけれど、で会うけれが G7SUS4 で、ドが G7 ですね。もう一回。なくす悲しみにも出会うけれど。はい。ここで水平線がと入っていきます。これブレイクですね。ブレイクっていうのは空白になる。もうちょっと流れでやってみると、なくす悲しみにも出会うけれど、水平線が。こんな感じですね。ここはですね、今、タッ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 って、テロップにもタッタッタって書いてあるんですけど、ここはですね、カッティングでやるのがかっこいいです。カッティングです。これをできればやってほしいということで、見てて、左手。左手で音を止める。カッティングね。これを、こういう感じで、ダン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 。こんな感じにしたいんですよね。このカッティングのやり方、さっきのリズムいろいろのところの下の方にね、弾き方の完全解説ありますんで、ちょっと時間ある方、やってみてください。そうすると結構ね、こう、キレが、ダン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 、水平線がという感じで、こう、どっしりしたところからサビにドーンと突入していく。ここら辺がこう、唯一、決めが入るところです。押さえていきましょう。それとさっきのシンプル簡単バージョンでは普通の演奏にしたんですけど、途中の一回おとなしくなるブリッジパートのところの一番最後から、またラストのサビに戻るところで、本当はこれね、5拍っていうタイミングなんですよ。さっきのシンプル簡単バージョンはここはちょっと難しかったので、普通のね、4分の4拍子でやったんですけど、ここはちょっと変拍子というか、ちょっとデモ演奏してみますね。ブリッジからいきます。誰の心に残ることも、目に焼き付くこともない今日、雑音と足音の奥で私はここだと叫んでいる。水平線が、分かった？今一拍が多いんですよね。私はここだと叫んでいる。うん。水平線がですね、5拍なんですよね。最後の1回のところ。F のところ。だから、私はここで F は最初の 2拍だけ F を弾く。ここ5回。1,2,3,4,5 っていうカウントがあるんですけど、この最初の2拍のところだけ F を弾くということです。ちょっとよく聞いてくださいね。雑音と足音の奥で私はここだと叫んでいる。水平線、今の分かりましたかね。私はここだと叫んでいる。水平線だから 5回拍手手叩いたでしょ。最初の2回だけ F を弾いて、あとの3回は無音ですね。もう1回、雑音と足音の奥で私はここだと叫んでいる。水平線、はい、ここが結構こう、うんと思わせる、かっこいいトリックがここに隠されてますね。かっこいいバージョンではそれをちょっと再現してみました。これやっぱ難しいなと思ったら、普通の4分の4拍子でもいいと思うんですけど、ここちょっとふっとこう何か思わせる、そういうなんか効果があると思うんで、やってみてください。はい、そういうわけでこの曲はね、結構ほんとシンプル&ストレート。もうリズムも、もうこう、なんていうか、淡々と、ゆったりどっしり、力強いというイメージですね。で、決めも1箇所しかないという感じで、もう、なんていうのかな、スケール感大きい感じで、まあ、捉えるのがいいかな。やっぱ歌詞の世界を読み取っても、その、なんていうのかな、絶望と希望が入り混じったこの感覚、その心持ち、そういうのもリズムと歌詞にこうやっぱ託してですね、熱量高く歌っていきましょう。はい。それでは、行ってみましょう。バックナンバーの水平線ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。私はここだと叫んでいる。水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる。悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いていくってあなたはそれを見るでしょう。あなたはそれを見るでしょう。せーの、じゃん。バックナンバーの水平線ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。なんかこれはなんとかその残念な気持ち、無念な思いもまた希望に変えて次のステップに行こうぜという、そういうなんかこう勇気もね、感じ取れるなという感じでね、思いと一緒に音楽する。これがやっぱキーポイントです。思いっきり歌っていきましょう。さあ皆さん、この音楽を自分で生み出す、自分でこう奏でる豊かさ、最高ですよね。はい。もしね、周りの方、まだこの楽しさ知らない方いたら、ぜひね、ウクレレ音楽やるの面白いよみたいな感じで広めていってください。その時に今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねなどがチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。そして皆さん、最新情報、これ今いつも使ってるガズのわがままウクレレと、こっちガズの初めてウクレレ、こっちは初心者さんとか誰かにプレゼントするときに最適の、この両方とも今ですね、こっちは予約、わがままウクレレ予約注文、このガズの初めてウクレレ今ゲットできますから。そういうわけでこの2つのウクレレの情報とか、この度新しく発売になったチューナーのお知らせとか、その辺のこと全部ここに集約してますんで、ぜひともここ覗いてみてください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう1個の街みたいなイメージ。ガズレール大学は本当ちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレールでね、アプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい、ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単で分かりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレール YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。